ボーズン様、お怪我は？大事ない。私が戦況を聞かされた時はすでに。おい、この横穴どこに続いてるんだ？さあ、逃走中の謀反人、根前、県連、天保、青天大聖は天帝城最下層に続く地下通路で足取りを消していた。李東天様、竜王郷潤様が地下書庫内にて無事保護されました。謀反人どもは通気口から逃走した模様です。追うよりも出口を探って手を回した方が得策かと。いや、こちらにも考えがある。はあ。竜王郷潤をここへ。役立たずのお坊ちゃんにはそれなりの責任を取っていただくとしよう。その時の私はまだこの反乱における真の敵に気づいていなかったのだ。西遊記外伝ボリューム4。あまりケツを押すな、コク。え、だって根前遅いんだもん。仕方ねえだろ、お前とはガタイが違うんだ。ああ、こんな攻めるとこで親子喧嘩すんなって。思ったより長いですね、この痛風感。今どのあたりでしょう？お、出口らしいぞ。明かりが見える。やっとか。し、静かに。どこに出るか分かりませんから。剣で何が見える？あ、いや、追っ手の気配はねえが、とりあえず降りてみるわ。よっと。なんだこの部屋は。降りても大丈夫そうか？ああ、足元気をつけて。機械まみれだな。何に使ってるんだ？でも生臭いぞ、ここ。何か聞こえませんか？化け物たちは。おい、こいつらは。ええ、おそらく。あ、金色の目。化け物とは随分だな。こいつらは皆そこにいる青天大聖のお仲間だというのに。金星眼、不浄の者の証。この化け物どもが悟空と同じだと。ふざけるな。なぜこんなものが天帝城の地下にいる？やはりそういうことでしたか。天保、お前話したでしょ。根前、一時期から下界にこういったものの出没が増えたと。ここにいる奴ら、姿形はそれぞれ違うが、今まで俺ら天界軍が封じてきたものと同じだ。さすがは西方軍元帥と大将、お察しが早いようだ。以前から不自然さは感じていましたから。刀身の不在が続いた中、急激に増えた魔物の出現、下界への出陣令、タイミングよく李東天が連れてきたナタクを天界は手放して刀身にあてがった。全ては李東天が今の地位を手に入れるために仕組んだことってか。李東天がというのは少々的外れだな。それは我々の計画の一環だ。貴様らが謀反を起こしたことで若干進行が早まったがな。我々？一体何者だてめえ。私の名はガモ、李東天の同志、そしてここにいるナタクたちの管理者だ。天帝！おのれ、何を！
誰か誰かおらんか。勝負殿、何事です。無本人どもだ。聖天大聖を連れた無本人どもが天帝を手にかけ逃走した。即刻軍部に通達せよ。な、ダンク、おい、どういうことだ。まさか。ナタク大使は神と妖怪の根血、李東天が手掛けた最強の人造兵器であるという噂、そしてこの異形の者たちもまた作ったんですか。刀身として使える状態の物が仕上がるまで随分とかかったものだ。人の形すらなさない失敗作をこんなにも溜め込んでしまった。ふざけてやがる。ここにいるのはナタク大使になり損なった者たち。とはいえ、こうして最後まで使い道が見つかるならば、私も世話のしがいがあったというものだ。さあ、餌の時間だ。私のナタクたちよ、弟に代わって無本人どもを始末するがいい。天帝が無本人どもに殺害されただと。なんということだ。軍は一体何をやっている。やはりあの金目の幼児がこの展開に矜持を招いたのだ。バカな。あの不浄の幼児を展開に留置した責任、いかように取るおつもりか、完全音菩薩。ピーピーうるせえな。なんと、今はじいさんを痛む時だろうが、責任云々はその後で問いな。ご苦労。軍にまで非難が及んでいるようだが、私は所詮代理指揮官、責任は竜王殿に負っていただくだけのこと。そろそろ東方軍も出てこざるを得んだろう。まあその必要はないかもしれんがな。計画通りか。曇りはない。全ては我らのために用意された舞台だ。さて、今しばらくはこの茶番に興じるとしよう。聞け皆の衆、無本人どもは下界逃亡のため再び地下ゲートへと向かうであろう。捕らえよとは言わぬ、殺せ。草の根を分けてでも奴らを見つけ出し、この展開から不浄の根を取り払うのだ。そうそう、腕の一本ぐらいは残しておくのだぞ。軍に献上せねばなら。わかるな、ナタクたちよ。まさかこんな姿になりながらも言葉を理解するだけの知能があるのか。ゲート、足元に取り込め。早い、こっちだ。あ、悟空、大丈夫か。行ってて。機械の隙間に逃げ込んだか。無駄だ、ネズミどもが。どうするんだ。この部屋の出口はガモの後ろの扉だけのようですね。どうする。刀じゃ無理だろう。俺が引きつけるわ。わかりました、来ますよ。あ、覗き込んできた。悪く思うなよ。何をしておる。そいつらを殺せ、ナタク。どこ見てんだよ。
獲物はこっちだぜ、ナタク。ケン兄ちゃん、難道は異常ありません。お前らは西門を探せ。はっ、えらい騒ぎだな。私目には分かりません。孔明はまだしも天帝を侵略するなどと一体何の目的で。理由なんざ見つかるもんか。何故。あいつらの仕業じゃないからさ。ケン、ケン兄ちゃん、てな。何をしておる、ナタクたちよ。こっちだ、わしを助けんか、このバカどもが。開いたぞ、テンポ。また後でな。ええ、また後で。ああ、お前らの弟には結局何もしてやれなかったからな。せめてお前らは解放してやる、この狭っちい世界から。異常ないか。は、異常ありません。よし、油断するなよ。は。オーケー、降りてください。どこに出たんだ。天帝城地下最下層、この前の廊下を曲がって直進すれば時空ゲートの入り口がある部屋です。ただただ僕らの目的が地下ゲートだってことはあちらも承知ですからね。ゲートの部屋の前で待ち構えているのは必死でしょう。どうするんだ。そうですね、ここまでの道案内は済んだことですし。あ、僕の仕事はあと一つです。てん、な、なんだ、天保元帥。出会え、こっちだ、謀反人がいたぞ。捕らえろ。いや、殺せ。あっさ、おめえ、逃がした。てんちゃん、こ、こんぜん。やだ、やだ、やだ。だって、てんちゃんが、けん兄ちゃんが、おっとっとっと。麻酔弾も持ってきてりゃよかったんだよな。こんな時にもタバコか。こんな時だからなおさらうまいんじゃねえか、竜王豪潤。